ナウムガボナウムガボは、ロシアアバンギャルドの美術家、彫刻家。ロシア公正主義の命名者の一人とされることがありと、ステンベルク兄弟を命名者とする文献もある。公正主義への初期からの参加者でもある。なお、アントワーヌ・ペブスガーは実刑。1910年、ミュンヘンで学ぶ。その時に、青騎氏をシリソの影響を受ける。 1913年頃兄のいたパリを訪問し、キュビスムの影響を受ける。1914年には、第一次世界大戦の開始を受けて、デンマークのコペンハーゲンに移り、1915年には、ペブスナーと共に、ノルウェーのオスロに移る。1917年の2月革命後、ペブスナーと共に、モスクワに戻り、タトリンなどと交流する。1920年には、 ペブスナーと共にリアリスト宣言を発表。1923年にはスターリンから逃れ、ベルリンへ。1931年にはアプストラクシオン・クレアシオンに参加、またバウハウスとも接点を持つ。1932年にはパリに、さらにロンドンを経て、1946年にはアメリカに移住。1948年には ニューヨーク近代美術館においてガボペブスナー展を開催。ヘッドナンバー2倍、テートリバプールロッテルダムにある金属彫刻。ありがとうございます。